はい、どうもオカリンです。さあ今回もポケモン SV やっていきましょう。今回はね、チャンピオンリーグを制覇してやろうということで、このワンパートで果たして収められるのか、ちょっと行ってみましょう。最初その場所なんですけど、まさかのね、このグレープアカデミーの左上、ここにね、なんとポケモンリーグあったんですよ。ここポケセンあるんやけど行ったことないよね。だからちょっとそっち方面に向かって車を走らせたいなと思います。だからこの奥に道があったってことだな。全然知らんかったけど俺。え、どっから行くんや。え、なか、え、中からなのか。いや、ここ奥こう行ったらいけんじゃね。おお、なんか裏庭来た。すげえ、これ普通には入れへんぞ。すごいすごいすごい。でもこの崖を登っていくのか。だって行けるとこここしかないもんな。え、ポケモン、え、嘘やん。テーブルシティ、うわ、え、なんでや、なんでや、登れへん。あ、登れる。すげえすげえ。え、あ、え、なに、あ、ここポケモンリーグの入り口だ。あ、いるいるいる。あ、家族いる、家族いる。これ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 、俺これ捕まえたかってん。めっちゃいるやん。ほんで大量にいんねんけど、なんなん。めっちゃ探したのにお前。輪っかネズミ、え、10なんでそんな弱い。ポケモンリーグの前やで。今まで滝登り使わな登れへんかったのにさ、なんで10なん。どんな時でも2匹は一緒。見つけた餌はぴったりと半分こして仲良く食べる。なんかぬいぐるみみたいやな。耳の付け根とか、ぬうてる跡あるやん。はい、こいつ分別くんにしときまーす。空き缶とペットボトル脇穴めっちゃ怒るタイプです。物拾い。これあれやな。ジグザグマと一緒やな。はい。さあ、ポケモンリーグ記念言うてますけど、ま、私はあなたとは戦いません。なぜならどうせ弱いからです。写真だけ撮っておいてあげましょう。違うわ。こうな。はい。ポケモンリーグ記念いただきました。ありがとうございます。さあ、それじゃあ参りますか。めっちゃいるやん。さあ、ここで回復の薬。まあ、5個あれば十分かな。3つだけ買っとこっか。正直いける気すんねんな。ちょ、元気のかけらだけ入れとくわ。さすがに途中でポケモンセンターないと思うから買ってきます。ほんで誰やったっけ、パワハラマンの技、この気合パンチ、これいらん。マジでクイックターンでいい。ジェクイックターンじゃない、ジェットパンチでいい。これの方が強い。オカリンさん、いよいよリーグに挑戦されるのですね。チャンピオンランクになるための最後のテストは、ん?こちらの建物で行われているのです。オカリンさんのご健闘を心より祈っております。後ほどお会いできるのを楽しみにしておりますよ。皮肉か、それは。ま、俺は問答無用で登り続めるがな。よし、なんやお前。やんのか。殴るぞ。あ、え?中入られへんの?はい、面接室へお入りください。まず面接な。え、今回のさ、チャンピオンリーグってバトルじゃないんかな。一次面接、二次面接、チリちゃんや。チリちゃん来たでー。え、マジでバトル違うんちゃう。本日はお越しくださりありがとうございます。どうしたん、そんな真面目に。真面目恨んでえねで。よう、じゃあ座る。表座らへん。あ、ちょっと、硬いな、お前。冗談。冗談通じひんのか、お前。ん?ぐる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 。ああ、勝手に座った。吸い込まれるようにして座った。面接官のチリです。これよりチャンピオンテストの第一次試験、面接テストを行います。なんや、それ。おお、8個ですか。今から、オカリンさんにいくつか質問をさせていただきます。回答によってはその時点でテスト不合格となる場合も。何それ。本日はどのようにしてお越しくださったんですか。
そうですね、あの自分の足でここに5分前には着いてたかな思います。ね、歩いてね、歩いてやってきました。それはいいですね。現在通われている学校のお名前を教えてください。小学生の面接テストか。アップルアカデミー、オレンジアカデミー、グレープアカデミーです。そうでしたね。本日はポケモンリーグまで何をしに来られたんですか。ポケモン捕まえるため。人のポケモン捕まえようとしてるのか。チャンピオンになるため。それ以外ありえませんよね。ではチャンピオンになってどうなさるおつもりですか。あ、もうそれはもう肩で風切って歩いて、学校内中歩いてね、もう雑魚ポコポコにしたりたいな思います。あ、これどれでも良さそうやな。ネモはもういいのよ、泣かすからさらに強くなる。なるほど、そうでしたか。続いて8つのジムの中で最も苦戦したのはどこですか。最も苦戦したの、俺ジム戦苦戦したっけ。逆にセルクルジムとか言っとく。ボールジムにしとく。多分無心どこやんな。ボールジム、ほうほう。分からへん分からへん分からへん誰。でもなんか虫やから、あのバブみあふれる人やったと思うのよ。バブみあふれる人やったから、うわ、なんじゃもにしてよかった。なんじゃもなんじゃも、どんなもんじゃも、どんなもんじゃも、じゃもじゃも。ライムではなかったはず。カエデかな。うわ、青木とかもめっちゃ印象残ってんのに町の名前が分からへん。どうや、カエデ。そうですか。以上で、もうやばい、打ち切られた。面接打ち切られた。どないしよう。不合格ちゃん、俺。ちいちゃん？なんでやねん。俺、挑戦できひんの？うーせやん。そんなことある？なんやねん。言いたいことあるんか？不合格です。もう。はいはい、じゃあちょっと自分の名前だけ見ときましょうか。これ青木好き、青木。青木ちゃんどこ？これ。あ、なんじゃもしよう、なんじゃも。なんじゃもなんじゃも。発酵ジムじゃも？発酵ジムじゃもよ。はい。ここで発酵ジムのなんじゃも行かしてもらおうと思います。なんじゃもなんじゃも、どんなんじゃも。どうだ？お、しっかりと覚えていますね。どうだ。ああ、もうお任せください。もうなんじゃもはもうなんじゃもタイプよ。なんじゃもなんじゃも、なんじゃもじゃも。素晴らしいじゃも。チャンピオンテストにたどり着ける実力を模試ということは、たくさんのポケモンと出会ってきたと思います。あ、まさか図鑑も見られる。その中でも最初に選んだポケモンの分類を覚えていますか。まあ、これはまあね、スネオなんで、コガモですね。さすがにそこを忘れる人はいないでしょう。あ、はい。チャンピオンになってどうなさるおつもりですか。違うやつやった方がええんか。いや、俺は自分の信念を貫く、強くなるんや。上を目指します。ん、あかん、すみません、そうでしたね。うわ、怖いわ、なんかもう怖い。それでは最後の質問です。なんや。オカリンさんはポケモン好きですか。ここで家にしたらどうなんの。ポケモンめっちゃ嫌い言うて、まあそれちょっと野暮ってもんやな。はい、にしとくわ。これでアウトはさすがにないやろ。お疲れさん。あ、普段の様子に戻ったや。以上で質問おしまいや。オカリンおめでとうさん。一次試験面接テスト合格や。ああ、よかったよかった。あんたが面接やらかした時はほんまどうしようか思ったわ。俺、あれ、一回ミスった覚えられてる。ミスっといてよかったかもな、じゃあ。さあ、気持ち切り替えて次の試験や。二次試験は四天王とのポケモン勝負。
あ、こっからいつも通りやな。その名も実技テストや。そのまんまやないかーいってツッコミやなしな。しません、そんな安直なツッコミ。あ、了解。いや、これあれやな、ここでポケモンキッズに面接ってのはこういう緊張感なんやぞっていうのを伝える、こうポケモン会社なりの、これあれやな、エゴやな。もうこれでもうキッズたちはあれや、就職がめっちゃ怖なったんちゃう。こんなんやからな、もっともっと難しいこと聞いてくるからな。さあ、あ、ちょっと待って、戦闘のやつ入れ替えに忘れた。じゃあちいちゃんちょっと待ってや、入れ替えるから。ちょっとだけ待って、ちいちゃん、ちいちゃん聞いてる？じゃあ俺戦闘のやつ変えるの忘れた。それじゃあ早速始めようか。四天王の追払いはこのチリーちゃん。うんとかよかったるからせいぜい決まりや。うわ待って、始まるやん、始まったやん。バー整えなあかんのにスネ夫できてもうたやん。生ズンズン、やばい。しかも電気タイプや。あれ電気ちゃうかったっけ、電気よな。にょー、やっと戦えるな。すぐ終わったら承知せんで。まずい、57か。まあ、そんなに強くないな。ここは、ちょっと素早さを上げるべきか、下げるべきか。まあ、水がちょっと弱、効かなそうなんで、下げときます。オッケー。未来予知。問題ない。ここは次、インファイトで沈めるわ。さすがにインファイトで倒せるはず。威力65と120やから。ほんで、同時に入れ替えます。はい、ナイス。これ余裕ちゃうか、四天王戦で。この調子でいったら四天王のトップが大体63死とかそんなもんやと思うから、ドンファン、ドンファンも正直入れ替えやんて良さそうやな。まあ、一応パワハラマンいくか。あ、地震とか打ってくんのかな。地震打ってくるんやったらちょっと松茸には変えたくないんやけど。はい、ここは、じゃあもうクイックターンでいきますか。はい、ああ、まあそこそこやな。スネ夫に入れ替える、スネ夫入れ替えてもいいな。おそらく岩石封じか地震でしょう。地震やな、危な。松茸じゃなくてよかった。しかも半分耐えてか、うわ、そっちの方が強いんやけど、どういうこっちゃねん。スネ夫がやられたということは、あなたにパワハラをするチャンスがやってきたというわけです。アクアテール、パワハラビンター、はい、一撃。なんかフィールドの見た目的にさ、氷かノーマルとかそこら辺使ってきそうやねんけど、まさかの地面タイプ使い、その可能性ありますね。砂嵐、そんなものそよ風にしかなりません。何、クーラーが壊れても直さない、そんな環境で育ってきた私には砂嵐などそよ風も同然、全く効きませんよ。地面に穴が開いていても直さない。え、全然当たらへんや。なんで当たらへんねんこれ。命中率下がってる今。いや90か、90、92回も外す、嘘やろ。あかん、砂嵐、よしよしよし、よいしょー、ナイスー。懐かしいなーというか、爆風だって。まず岩石封じでスパイサーを下げるか。あ、こっちの方が早い、マジで。しかも岩石封じこんな食らうの、うえー、耐える耐える。じゃあ地震で倒せるんじゃないか。ほら、え、超余裕なんですけど、どうしよう、何の緊迫感もないですよ。はい、ラストはどうって何、どうって言われてもわからんやん。なはは、やるやん、やっぱ自分おもろいわ。どうって何隅っこ暮らしやん、何これ。ヌオー、ヌオーのなんたらの姿ってことか。いてこましたる、どう竜騎生。なんか地面タイプって大体地震が抜群な気すんねんけど、どない、
あー、そんなんやな。うわ、聞かないんだよね。四天王なのにそんなことも知らないのかな。うん、知らないのかな。おいしょー。さあ、あとは虫歯むだけやな。よし、足元気ぃつけや。ちと揺れるからな。つまり地震、地震やな。お疲れちりちゃん、またね。あ、なんか覚える。鋼の翼、ええやん。威力70。あー、ジタバタがいらんかな。いやでも鋼の翼いらんか。ジタバタの方が強いかもな、ピンチになったら。自分やるな。サンキュー、ちりちゃん。だからチリの髪型って何分けなんやろうな、あれ。髪型73、73じゃないしな。91どころでもなくない。10-0分けやで、あれ。左のやつぐわー右持っていってるやん。そんなんならへんで。あー、ずるいずるい、こんなん片番やん。負けたこっちがスカッとするほど気持ちいい勝負なんやもん。実技テストを突破できるトレーナーはほんの一握りなんやけど、オカリンならひょっとすると、ひょっとするかもな。四天王二人目はもっと強いから気張るんやで。おい、次出番やで。え、ちょっと待って、連戦？え？ちょっと待って、連戦？間に休憩ないの？しーちゃん負けちゃったんです？せやねん、ごっと強かったわ。横で見学してるから、ちりちゃんの敵取ったってね。わかりましたの。えっ、あ、おいー、いやもう逆に連戦でもよかったよ、僕は。連戦の方がなんかもう燃えそうじゃない？もう全部回復しちゃうよ、じゃあ。それでいいのかな？よいしょー。あ、よいしょー。あ、また間違った、戦闘。もう、ポピーちゃん待って、ちょっと。ポピー？ポピポピ？せっかくの二次試験ですけど、お兄ちゃんはここでバイバイ。ポピーのポケモンちゃん、みんなカッチカチですので。やばい攻撃なんてへっちゃらモヘモヘなんですの。おいでなさいな、ポピーのお友達。鋼タイプか。カッチカチ言うてたもんな。これはじゃあ刺さるぞ。え、また地面やん。また地面やん、お前。どんだけ地面すっきゃねん。パオンと踏んづき遊ばせ。こいつ格闘抜群やから、インファイトで一撃やろ。あーたた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 たー、はいー。アーマーが、え、これも、抜群じゃね、格闘。飛行や、飛行入ってるからあかんのかな。プレッシャー。やばいね、PP が。PP が減らされちゃう。ローキック。相手の方が早いやろ。あ、向こう、こっちも早い。あ、やばい。そんな効かへん。やってもうたな。うわ。そうか。こっち格闘入ってるから飛行抜群なんか。やってもうたな。火でいくか？塩漬けでもいいんやけど、鋼技されたら嫌やしな。ニトロチャージでいこっか。ほら。まあ削り切んのは無理よな、さすがに。ブレイブバード出た。よし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 。あ、よし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 。はい、やけどで。あ、もう反動で死ぬか。お疲れ。ジバコイル。うわー、鋼やな。しかもジバコイル浮いてるから。でも松茸でいいんだよね。塩漬けで錆びさせちゃおうっと。ただ相手の鋼技がうちは怖いのよ。まあ物理であれば死なないんですけど、ラスターカノンとか来たら僕死にますよ。うーわ、無駄なことして、またまたまた、もうかわいそうですわ、ポピーちゃん。うわー、結構減る。耐久戦始まりました。ここはすごい傷薬でちょっと回復させとこう。割と几帳面が役立ちそうなんで。よし、
うわ、やっぱラスターカノンやん。もう知ってたって、知ってた知ってた、来ると思った。磁場コイルといえばラスターカノンなんよ。まあそれを読んで私は外回りに変えるんですけどね。どうやこの読み今一つやで。行ってこい外回り、ドーン。はい、残念。よーし、さあ次はもうまた塩漬けでやられるんで、積みます、積みます、積みます。何してんねんもう。お前麻痺入りやすすぎやろ。ああよかったよかった、さすがにな。はい、ぐーんと上がって、いやでもな、麻痺って確か素早さが下がるから先制取れへんのよな。積み損やなこれ。どうたくん、うわでも有効打ないしな、几帳面かな、几帳面かな。せやな、几帳面でいこうか。いくわ、マジでスネ夫が欲しいな、格闘技覚えてるから。おまんじゅうでもいいけど、半分いけ、半分いかんか、きついな。これは大丈夫、オッケー。光の壁の効果か、いや関係ないな、関係ないわ。よし、ここはまあ倒せそう。お、あぶねー、岩技じゃねえ今の。はい、あ、よいしょー、ナイスナイス。マジでレベルが一緒やったら全く相手ならんな、コンピューター戦は。余裕やぞ、デカヌちゃん。あれ確か前中ヌちゃんじゃなかった、名前変わってる、名前変わってるぞ。ちょっと待てよ、おまんじゅう、おまんじゅうあかんな、一旦帰るか。デカヌちゃん、あれ地面タイプかな。最後のポケモンちゃんが何とかしてくれますもん。でもカチカチって打てたしな、鋼なんかな、鋼や絶対鋼や、鋼フェアリーとかそんな感じちゃう。新しいな、それは新しいで。デカヌちゃんおめかししましょう。うわ、頭に斧刺さってるなんかダメージ多いそうや、よいしょ。うわー、そんな減らへんな、強いな。ここはじゃあおまんじゅう一回出して耐えるかな。行ってこい、何してくるかによる。じゃれつく、じゃれついてくんのか。まあそれやったら問題ないな、普通に松茸で削り切れそう。ストーンエッジ、お、耐える、やるやん。あーでもやることないから、あ、格闘、あ、もうこれやって、あー高校確定や間違えたなこれ。塩漬け、カチカチの方が勝ちだからポピーの勝ち。まあ、うちの松茸もカチカチやぞ。うわ、やばいかも、やばいかもこれ。うわ、危ねえ、ナイスナイス松茸、その台はでかすぎる、マジで神、神台。やるやん松茸、お前やるときやるな。ええぞええぞ、うちのメンツは愛情に満ち溢れております。ここあえてイルカマンに入れ替えて、ちょ、元気のかけらを温存するわ。私の部下はやらさせません。よし来た、ナイス、急所でこれ。じゃあラストはアクアジェットでいけるかな、ジェットパンチか。正義の鉄槌パワハラパンチ、うぃー、はっちゃれもへもへー、は、あんあん、チリちゃんの肩叩きポピー取れませんでした。叩きな、まだ肩コルトしちゃうよなんかチリええな、俺こういうお兄さんになりたいな、おじさんではなくお兄さんになりたい。ほんでポピーちゃん負けたら次の人呼ばな。
あら、そうでした。おじいちゃん呼ぶのお久しぶり。あの、感情ないやつじゃん、次。おじいちゃん、出番ですよ。あれ？青木じゃないよな、さすがに。青木？嘘やん。どうも、青木です。お前ジムリーダーじゃなかった？あれ？俺の記憶が。俺の記憶がちょっと、いにしえのものになってしまってるけども。瀕死なポケモンには使えません。そうなんや。うわ、めっちゃ楽やな。あ、麻痺は治らへんねんや。なるほど。で、ちょっと今日はこの辺にしていこっか。おそらくノーマルタイプの使い手やと思われるんで、まあ、スネを先頭でまた、いいのかなという感じですね。まあ、楽に倒すならマスタキから行こっか。ストーンエッジだけ巻いとくわ。行きます。あなたでしたか。面倒なことに四天王も兼任なんです。ジムでは自分と似ているノーマルタイプを使っていますが、ここでは違うタイプでやれと上から言われてまして。そうだ、違うんや。違うんや。おい、言うとくわ。文句言うとくな。俺、お前てっきりノーマルタイプやと思ってさ、マスタケ先頭にしたからさ。もうこれは文句やわ。はい、お願いしまーす。何タイプなんやろ。悪っぽいけどな。見た目的になんか闇抱えてそう。ほら、手袋がもう悪やん。あの目の感じ。ちゃうんかい。めっちゃ爽やかやん。ごめんな、なんか闇抱えてるとか言うて。超爽やか。この度は飛行タイプでお世話になりますね。めっちゃ爽やかやん。超爽やかやん、お前。で、まさかのマスタケガンザサリー。ちょっと俺、運良すぎやしないか？おい、わ、めっちゃ食らうやん。おい、そのバナナ塩漬けしたろか？ええ漬物になるぞ。いや、ここはもう岩石封じで全部倒せるんじゃないか。あ、違う、間違った。うー、ちょっと待って。アホで、あ、違う。一旦で来る。やばい。あかん。ストーンエッジ巻きたかった。はい、耐えるんだよね。無駄無駄。ほいっと。はい、お疲れ。いや、まだこれストーンエッジ超刺さる気するんやけど。刺したい、刺したい。ストーンエッジ刺したい。これ絶対インファイトやん。100インファイトやん。お願い、なんかしてきて、変なこと。電光石火とかして。お願いお願い、電光石火、電光石火。お願いお願いお願い。あー、もう出たー。それ嫌い。抜群持ちはおらんな。スネ夫で行こうか。うわー、絶対有利取れるはずやったのにな。やってもうたな。ブレバ。え、危な。せやったせやった、飛行俺弱点なんやった。何してんねんマジで俺。よいしょ。うわ、残んのか。でも、おそらくここ素早さ上回ってないと予想して、あえてかけらで起こします。スネ夫には退場してもらう。ほい、はい、よいしょ。オッケー。次次第やな。次次第でもう一回ストーンエッジ行きたい。チルタリス、これはいけるな。ドラゴン飛行とかやから、竜の息吹やねん。四天王あるある。四天王のチルタリスは絶対竜の息吹してくるから。間違いない。任しとけ。絶対入れるぞ。セレスロック。ほら。あ、違う。竜違いやった。ほぼ当たりみたいなもんやろ。ほぼ当たりや。で、これ耐える。はい、オッケー。はい、岩石封じ。効くー。十分。OK。踊り鳥。あの赤いやつやな、さては。俺が几帳面って名付けてたやつ。あれあれ、なんかちゃうくね？進化してるやん。進化せえへんって言うとったのに。めっちゃ進化してるやん。うーわー、これ。めっちゃおもろいやん、こいつ。頼む、出ろ。出ろ。
ナイス。うぃ。さあ次。あ、なんか来る。大爆発絶対いらんわ、アホ。アホか。カラミンゴ。カラミンゴってなんや。右肩上がりの強さです。これは楽できませんか。これ見た、あ、もしかしてあれか。あー、これな。はいはい、フラミンゴな。こいつ進化せえへんねんや。そうなんや。あー、塩漬けの方がいいか。いや、でも岩石封じでそのまま削るか。髪が乱れますが風向きを変えましょう。なんだそれ、使ったら風吹くん。風吹きマシンや。うわ、懐かしい。ピカチュウについとったな、それ。あれ以降見てない。さあ、うーわ、マジインファイト系、インファイト系女子や。嫌やな。でも防御下がってくれてるからまだまだって感じやな。あー、じゃあ、あー、インファイトやもんな。パワハラマンでいくか。一発は耐えるやろ、さすがに。で、防御下がってるから、アクアテールでいこう。パワハラビンター、いやー、めっちゃ減る。先輩風を吹かせましょうか。少しばかりご注意を。怖っ。これ飛行技やな。これは耐えるわ。お疲れ。あ、反動で死んだ。ウェイ。めっちゃびっくりしてるやん。なんでうちが負けたんみたいな。負けたことなかったのにっていう叫び顔やったな。はーい。飛ぶ鳥ポケモンを落とす勢いです。飛ぶ鳥をやな。さあ、私まだね、テラスタルすら使っておりませんので。見違えました。トップが気に入るわけです。次は最後の四天王です。八作さんどうぞ。ああ、こっちで感情失ってるやつか。聞こえてへんとちゃいます。八作さんどうぞ。青木さん、もうちょい声出さんと。八作さん。あかんで。八作さん、出番やで。おお、聞こえた。何、またすぎるやん。オカリン君、よくいらっしゃいましたですよ。間違いなくドラゴンやろうな、最後は。四天王といえばドラゴンやもんな。うわー、楽しみやな。よし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 。ちょっとドラゴンの有効打が俺マジで持ってないから、そこが怖いんやけど。待てよ。元気のかけらはまだあるな。問題ない。で、今回はさすがに場を整えやな。ちょっと厳しい。え？おまかせ回復ないの？嘘やん。満タンの薬は使われへんねんや。へえ。有料設計やん。力の根っことかも使わへんねんな。よし。で、ちょっと場を整えます。まずはおまんじゅうからいきます。オッケー。さあ、参りましょう。最後の四天王。あなたならいずれここまでたどり着くと思ってましたですよ。若い目の成長は本当にね、著しい。これほどまで早く相まみえること、想像をはるかに超えていました。本来教師とは教え子を導き、その成長を助けるもの。ですが今は、教育者としての本分は忘れ、あなたを倒すためだけにこの力を振るいましょう。実技テスト、最後の砦を守る竜、八作。猛然たる勝負の息吹を身をもって教えてあげましょう。自分のこと竜って言ってるやな。ソロ都市で敬語も頭に使えへんやつが竜を語ってるんじゃねえ。しとめてやら。オンバーンな。本気でかかってきなさい。よしよしよし、行くぞー。まずはネバネバネットの方が
いや、毒ビシの方がいいかな。じわじわ少しずつ削ります。耐えてくれ。ナイス、よくやった。お前の出番もそれで終わりよ、まんじゅう。できれば素早さも下げたかったな。あえて竜やから強いしな。いけるかな。いやー無理か。あ、ナイス、おまんじゅう、やるやん。さすがうちのアイドル。何して、意味ないわそれ。大変にやったら意味ないわ。おとなしくやられとけ。ほんまお前、見せるんか見せへんのかようわからんやっちゃの。頼むで。いやー、ネバネバネットは負けなかったので。相手何持ってんのかな。鉄壁詰めるかな。積んでみていい。エアスラッシュで確か物理やったから、ワンチャン詰める。うわ、半分減らすやつじゃんこれ。半分減らすやつや。これ鉄壁関係ないな。じゃあ鉄壁関係ないかも。剣の前行きます。あごめん買ったわ。ごめん買った。4段階上がってるから、ここでおそらく俺はワンパンで倒せるのよ。だから怒りの前歯読みじゃなく、エアスラッシュ読みで回復にしときます。満タンの状態で次と挑む、それが大事。オッケーオッケー。ただ次怒りの前歯してきたらめんどくさい。土下座でいきます。うわーめんどくさ、意味ないやん。一発で倒して申し訳ございませんでした。はい、さあ続いてドラミドロ。なんやそれ。あーなんじゃこら、ほっそ、ガリガリやん。これなんなんこれ。あ、こっちの方が早い。出番なくて申し訳ございませんでした。もうちょっとなんか刺したかったんですけど、キングドラの干からびたバージョンみたいなね。アップリュー、これは知ってる。アップルパイやろ。はいはい、あーアップルパイちゃうわ。あ、どっか行った。あ、じゃあ、え、減った。俺減った今。よく分からなくて申し訳ございませんでした。はい、すいません、なんかもう謝ってばっかりでごめんなさい。オロノックスあれやな、600族やな。はい、出た。俺強いんちゃう、肩破りやしな。肩破ってくんでバカの。あー来た。わあ痛い痛い痛い。擦り傷をして申し訳ございませんでした。はーい、こんなんでいいかマジで。セグレイブ、バス知らんな。合格までもう一息ですよ、頑張れ頑張れ。うわ何これ、氷の、え、なんか見たことある気すんねんけどな。なんかでも装備が曖昧やな。頭と手だけ、腹だけ守って、なんか他守ってへん。テラスタルジュエルをその冠に、大いなる竜よ降臨なさい。ボーマンダやん。え、ボーマンダがザ・ドラゴンなんや。へえかっこいいやん。はあ、死んでんけど。死んだんですけど。死んで申し訳ございませんでしたや。どうしよう。じゃあ瓦割り持ってんねやろ、めんどくさいな。スネ夫でいいか。よいしょ。まあここまでようやってくれた、あいつは。あいつはようやった。で格闘は確か効かへんかったから、アッカーステップでいきます。よーい、ドラゴン。何これ、巨剣突撃。何それ何それ。うわうわうわ、え、強すぎる。え、強すぎる。何それ、待って、っていうか毒入ってへんし、なんで。え、おまんじゅう、誰一人毒入ってへんかったで。おまんじゅう、あれ毒虫巻いたよな。ドラゴンに効かへんの毒って、強すぎんそれ。塩漬けだけ入れて頼む。うわやばい。え、ドラゴンタイプ、いけるいける、物理やろ、
物理やったらいけるって。よし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 。危ねえ。僕塩漬けだけ入れといたら最低でも倒せるわ。最低でも倒せる。時間さえかければ。オッケーオッケーオッケー。待てよ。ここはかけらで回復していかんとあかんな。パンハラマンのアクアジェットでちょびちょび削るっていうのが一番いいと思うだな。せやから数を、ポケモンの数を増やします。よし、あの技強いな。専用技かな。よし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 、いいぞ。削れている。パワハラマン行こうぜ。クイックターン使えるんか、これ使ってええんか。先生取れるんか、お前。お、いける。ナイス、早い。今一つだ。水今一つなんか、こいつマジか。じゃあ外回りで。さあどうだ。さすがに、あ、耐えるんや。へえ、さすが今一つ。これは満タンにすれば俺一回攻撃できるぞ。ブイーンと。あ、せやったせやったせやった俺最初にカーラバリで殺されたん忘れたんか。早すぎるやろ、忘れんのが。まあ塩漬けのダメージ入るからいいけど。オッケー。じゃあ最後はパラハラに、パワハラに倒されてもらいましょうか。はい、ただいま。さあラストはジェットパンチで愛の制裁です。いやー、オッケー。やー、ドラゴン。ほ、ほんまにやってもうた。あらまー、お、す、素晴らしい。小生感動時で、うわー、はっさくおじいちゃん泣かないで、いい子いい子ですからね。すまんな、オカリン。うちらの大将、たまにこうなってしまうんや。だって仕方ないじゃないですか。代わりに進行するけど、チャンピオンテスト二次試験、実技テストは、文句なしの合格や。わ、カッチカチです。どこが？あ、違う、どこがとかじゃないか。違うか、びっくりした。はい。よく頑張りました。おめでとうさん。って言いたいとこやけど、チャンピオンテストはもうちょっとだけ続くね。お次がいよいよチャンピオンテスト最後の関門。奥の扉見てみ。うちのスーパー総大将、最終テストの試験官はこの先で待っとる。四天王のその実力で腕づくをかき集めたチャンピオンランク最強のトレーナーや。ま、チリちゃんに勝てた自分なら楽勝やろけどな。サービスしてるから負けるんやないで。お、ありがたい、その回復は。お兄ちゃんのポケモンポピー好きなのです。だからね、頑張れってしますの。グッド。竜は一寸にして正気の気あり。わあ、びっくりした。いつの間に復活を。あなたならきっと成し遂げることでしょう。さあ行きなさい、オカリン君。その小さな手で大きな勝利を掴んできなさい。いやー、楽しみやなー。というわけで今日はこの辺にしておきましょうかね。はい、ちょっと長くなってしまいましたけれども、なんとか一パートで、チャンピオン戦を収めることができました。と言いますことで、お疲れ様でした。バイビー。